2のべき、2のべき、2のべきは、適当な自然数、n を選べば、2の n の理にの形に表せる、自然数の総称である。平たく言うと2の類乗数、2の類乗数である。2倍を繰り返したり、1、1から始めて、答えを2つずつ加え合わせることによって得られる数で、ある。いずれも、ごく基本的な数量操作であり、様々な場面で用いられる。指数に、 負の整数を許すならば、2のべき乗。この場合、それらは、自然数ではなく、有理数であるの中には、半分の概念も含まれてくる。実際、1、1、2、1、4、1、8、1、16というようなものも、2のべき乗として表すことができる、有理数である。 トーナメント制のスポーツ大会で試合の回戦が進むごとにチーム数が単純に半減していくように試合を組むとすれば出場チーム数を2の累乗数にしておかなければならないただし実際にはシードや敗者復活などのルールを利用して試合を組むので2の累乗数に近ければ支障がない当初の増え方から見るととても想像できないような大きな数を導き出すことが できる点から、古くから、様々な話に登場する。例えば、新聞紙を二十六回二つ折りにすると、富士山より高くなるという話がある。計算上は2イコール六千七百十万八八千百六十四であるから、厚さ0.1ミ、mm、リメートルの紙を二十六回折り曲げると、約六千七百十メートルとなり、富士山の標高。 約3776メートルを超える。当然ながら、実際には八回ほど折り曲げたところで限界となるため、紙を何度も折り曲げるのは、物理的に実行不可能であるが、新聞紙を二等分に切り、それを重ねるを繰り返すことは、ある程度可能である。別の例に、というものがある。古代のインドのセーラムという王の家来、切ブンダヘルが、チャトランが、 将棋やチスの原型となったとされるゲームを発明したとき、王はこれを喜び、望むだけの褒美を取らせると言った。このときの彼の希望は、番の最初のマス目に一粒の小麦を置き、二章目には二粒、三章目には四粒と増やしていって、最後のマス目の分だけをいただきたいというものであった。この数は二の六十三乗であるが、実際の小麦として計算すると、 世界の小麦生産校の2500年分を超えると言う。日本においては、ソロリ新左衛門、初代が豊臣秀吉から褒美を何にするか問われ、今日は米一粒、翌日には倍の二粒、その翌日にはさらに倍の四粒と、日ごとに倍の量の米を100日間もらうことを希望しという逸話がある。また、漫画、ドラえもんに登場するバイバインは、 立万獣を2のる乗数に増やす架空の薬品の話である。このバインバイに対する考察を山本博士が行っており、エッセイ集、宇宙は栗万獣で滅びるか。2007年、川で処方審者、ISBN978 から43億901万8294を上司している。倍増を繰り返す変化を扱った者には、1秒ごとに、 倍増する微生物の話がある。これは、1秒ごとに倍増する微生物を箱に一つ入れると、ちょうど30分後に箱がいっぱいになった。箱の半分になっていたのは、いつのことか、というような問いかけの形で提示される。1秒で倍になるのだから、箱いっぱいになった時刻、開始30分後の1秒前である、開始29分59秒後にはいっぱいの半分、要するに、 箱の半分になっていたということで、これが正解なのだが、対数的思考に不慣れな人は、15分や20分といった答えを想像し、29分59秒という正解に驚くのである。コンピュータの演算には、日地法が使われる。そのため、コンピュータに絡む数値に2の累乗る異常数、ただし、桁を重心数に直すが見られる。例えば、1キュビバイトは1024バイト。 イコール2バイトであり、家庭用ゲーム機の Nintendo 64やパソコン用、CPU ブランドのアスロン64の64は64ビットイコール2ビットにちなんだ名称である。近年のパソコンの普及によって2の累乗数が家庭内にまで見かけられるようになった。日清説当時も参照のこと一鬼2の累乗数で割っていくと、小数には 位取り奇数法の奇数の半分の数が、累乗数として現れる。例えば、重心法の位取り、重心数では、一応二の累乗数で割っていくと、小数には五の累乗数が現れる。14イコール0.25、18イコール0.125、1十6イコール0.0625これらは、よりであることから導かれる。同じく、十二神数では六の累乗数が、 二重真数では10の累乗数が現れる。イイ14イコール0.30、18イコール0.160、114イコール0.0900。1以外の2のべきを重心法で表したとき、1の位は2、4、6、8のいずれかである。また、1以外の2のべきに n を日地方で表したとき、一番上の位は1で後に、0が n 個続く数になる。 この値に、n をかけて小数点以下を切り上げると2が重心数で、何桁の整数かわかる。基本的0.301、または0.30103、小数第6位を四捨五入し切り上げで計算する。例えば0.30100イコール30.1、なので2は31桁、0.301256、イコール77.056なので2は78桁の、 整数となる。これらの数字のいくつかはコンピュータにおける使用可能な値の数となっている。例えば4バイトからなる32ビットワードは2の値を表すことができる。ただし符号なし32ビットの場合は0から2から1まで、符号付き32ビットの場合はマイナス2から2までが表すことができる範囲である。符号付き数値の表し方は2の歩数を使う。 これらの数より一つ大きい数をフェルマー数という BR 上の指数関数の反復は一般に次のように定義される指数法則よりが成り立つ矢印はクヌースの矢印表記これらの指数はに表記される数になる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください